自然科学、または理学とは自然に属する、もろもろの対象を取り扱い、その法則性を明らかにする学問。辞書的定義で自然科学は、教義には自然現象の法則を探求する数学、物理学、天文学、科学、生物学、地球科学などを指し、講義にはそれらを実生活へ応用する工学、農学、医学なども指し得る。 別の定義での自然科学とは、自然における観測可能な対象や過程に関する科学、または知識であり、例えば生物学や物理学など。この意味での自然科学は、数学や哲学のような抽象的、または理論的な諸科学とは異なる。自然科学において取り扱う対象は、大きくは宇宙から小さくは素粒子の世界まで含まれる。生物や、 その生息環境も対象となっており、そこには生物としての人も含んでいる。だが人間が作り出した文化や社会に関しては、自然科学は基本的に扱っておらず、それらの領域は主に人文科学、社会科学の方が扱っている。この自然科学という表現を何と対比して用いているのかということになると、近年の日本では一般に社会科学や 人文科学と対比するときに用いられることが多い。19世紀のヨーロッパにおいて、諸科学が文化、独立した際に、英語圏では、そのような呼び分けが生まれた。ただし、ドイツでは、対比、区分が若干異なり、自然科学ナッチリセンシャフトは、文化科学クルトリセンシャフトや、精神科学、ガイスタスビソンシャフトと対比されることが多い。日本でも、 ドイツの影響を大きく受けていた時代には、こうしたドイツ式の対比で説明する科学者もかなりいたが、近年の日本では、主として英語圏に習った対比が行われている。競義の自然科学に数学を含む場合もある。講義には、医学、農学、工学などの分野を含む。自然科学の歴史は科学史の分野で、研究対象とされている。自然科学を対象とする。 哲学的考察は認識論及び科学哲学においてなされており科学基礎論と呼ばれることもある。何をもって自然科学の誕生とみなすかという点については科学史の研究者ごとにそれなりに異なった見方がある。自然を対象とした学問としては確かに古代ギリシア時代以来自然学があった。またヨーロッパ中世にはスコラ学があり、 自由な中という学問分類のうちのクアドリウムには天文学も含まれていた。ただし、科学史などでは、それらの学問の中に新たな方法論や傾向が芽生えたことを指摘することで、それらの学問と自然科学的方法論の対比をしたり、それをもって自然科学の初期の歴史の説明としていることが多い。近代自然科学の方法論の説明の仕方はいくつもあるが、 実験と観察とされたり、分析と総合とされたり、仮説と実証とされたりする。現在考えられているような自然科学の説明する場合、17世紀のヨーロッパの自然科学者の研究の一部が紹介されることが多い。説明する科学者のバックグラウンドの違いによって、どの手法をピックアップするのか、選択が異なったり、重点の置き方が異なっている。物理系では、 ケプラー、ガリレーン、デカルト、ニュートン等などの手法の一部に言及することが多い。中世のアラビア科学である、中世ラテン科学である、分析概念は重要な方法論とみなされていた。古代のアルキメデスは、解析的方法の巨匠であり、イスラーム中世のイブンアルハイサムもそうした、解析的手法の伝統を継ぐ人であったが、20世紀に、 なりラテン科学の歴史研究が発展する、つれて中世ラテン科学の中心的に内定の一人、ロバート・グロステストが近代的科学方法概念の開拓者とみなされた理由の一つは彼がアリストテレスの分析論後書きに独創的な注釈を加筆したからであった。こうした古代から中世の分析概念にガリレオやデカルトが大きな飛躍をもたらした。ガリレオは パドバの学者たちの生み出したものの恩恵を受けつつ、彼の業績を挙げた。デカルトはそれまでの数学的な解析を大数的なものに転換するのに大きな役割を果たしたことに加えて、自然哲学において分析概念にするような地位を与えた。分析を総合と対比させつつ進化させた人物として、ニュートンは特筆に値する。ニュートンは実験科学についての主張とされる。 工学の末尾に添えた疑問の章において次のように論じた。数学と同様、自然哲学においても難解な事柄の研究には分析の方法による研究が総合の方法に先行しなければならない。この分析とは実験と観察を行うことであり、またそれらから機能によって一般的結論を引き出し、そしてこの結論に対する意義は、 実験あるいは他の心理から得られたもの以外は認めないことであるまた、総合については次のように述べた。総合とは、発見され、原理として確立された原因をお仮に採用し、それらによって、それらから生じる諸現象を説明し、その説明を証明することである。こうした分析と総合に関する説明には、同国人のベーコンの考え方が大きく影響している。 ニュートンによって分析と総合の対概念が批判的機能法を介しつつ明確に自然科学にまで拡張されたということができると佐々木地からは指摘した実証を支える精密な実験や実験解析方法の進展に加え理論を展開する土台となる数学手法も構築されオープンに科学の成果を交換し得る場も登場したまた同時期に 学術雑誌が登場し、ジャーナルアカデミズムが確立した。新たな知識は公開の場で討論され、鍛え上げられていくようになり、科学成果は発見者の専有物ではなく万人の知的共有財産となることになった。このように知識が効率的に共有されるシステムが築かれたことが、その後、科学知識が膨大に蓄積されていく原動力となった。 これらすべてを可能たらしめるシステム全体が近代自然科学の栄意である。知識をある基本法則に帰着させる方法論は還元主義と呼ばれることがある。この語が否定的トーンで語られることの多いのは科学技術という応用面の発展も促して人類への貢献も大きなものがあったものの生命の起源や生物社会の成り立ちなどこの方法では 説明が困難な対象も存在するからであろう。近年、これらの対象を素因子が相互作用する場として捉えることでその成り立ちを理解、説明しようとする複雑系の手法も成立しつつある。ここでの方法論は、還元主義のそれとは違うアプローチをとっており、自然科学及び経済活動など、社会科学の分野で、これまで、 説明困難であった事象の理解が進むのではないかとも期待されている。自然科学には以下のような学問分野が属する。物理学は主に無生物界の現象を量的関係として把握し、無生物界を支配する法則を数式で表現し、数学的に推論することを特徴とする部門である。科学は物質を研究対象とし、原子、 分子を物質の構成要素と考え、物質の構造、性質、反応を研究する分野である。日本では幕末から明治初期にかけては生命と呼ばれた。生物学は生物や生命現象を研究する分野。講義には医学や農学など応用科学、総合科学も含み、教義には基礎科学の部分を指す。地球科学は地球を 研究対象とした分野であり、内容は地球の構造や環境、歴史などを目的として多岐にわたる。近年では太陽系に関する研究も含めて地球惑星科学ということが多くなってきている。天文学は天体や天文現象など地球外で正規する自然現象の観測、法則の発見などを行う分野。地球科学や 物理学の一分野とされることもある。競技の自然科学に数学を含める辞書も、自然科学を数学や哲学などと区別する辞書もある。一方、応用数学は一般に自然科学とされることはない。自然科学分野の教育は、現代の日本の小、中、高では理科という名の教科で行われている。初等、中等教育などでの自然科学教育のことを、 理科教育と呼んでいる。日本の大学では、主に理学部、理工学部、医学部、歯学部、薬学部、獣医学部、農学部、水産学部などが、教育研究を行う。放送大学には、自然科学のコースプログラムもあるので、学生として、学費を納めて履修士単位を取得することもでき、また、単位が不要であれば、学生登録もせず放送を無料で視聴して学ぶ。 こともできる。ケンブリッジ大学では NST で学ぶことができる。米国のいくつかの大学が自然科学を学ぶための無料オンラインコースを設けている。例えば、カーネギーメロン大学はバイオケミストリー、現代生物学。MIT は生物学基礎、古典力学、電気と電磁気学。タフツ大学は遺伝学、現代物理入門。 カリフォルニア大学バークレー校は天文学、科学。ありがとうございます。